はいどうもこんにちは、こんばんは。今日の動画ではですね、まあちょっとお知らせ、お知らせじゃないんだけど、ちょっと自慢したいこと <laughs> がありまして、ちょっと動画撮ってるんですけどね。えー、まあ、まあ、まず早速見ていただきたいんですけど、えっとね、こちらですね。これ。 上にさ、書いてある。まあ、ここだけ見ると、バンプオブチキンって書いてあるじゃん。まあそう、米津玄師、まああの米津玄師も尊敬して、まあ大好きなバンドである、バンプオブチキンっていうバンドがあるわけですね。まあそのね、えー、まあこれ、5月28日、今年2023年にツアーやるんですよ、バンプオブチキンがね。ツアーをやって、ツアータイトルとか多分まだ何にもない、出てない、これが出るのかな変身とか空想とかさ、そういうの。まあ、まだ出てないっぽいんだけど、その5月28日の。 公演 <laughs> これオーラス、まあ、最終日なんですけど、チケットがね、SAB ってあって、まあ僕ね、B なんで、これ書いてあるの B なんですど B 席ね、なんですけど、まあ一番低いグレードの席ではあるんですけど、まあなんとね、これね、見ていただくとね、チケットご用意いたしましたね。 え、詳細ご確認くださいってこと。ま、当選することができましたね。もう、ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。いや、本当にね、ばん、まさかバンプオブチキンのライブに行けることになるとは思ってなかったですね。しかもこれね、あの、見て、見えてるかなこれね、埼玉スーパーアリーナなんですよ。この間、藤井風のライブ会場にちょっと遊びに行った時の配信のアーカイブがちょっと残ってたりとか、動画をまた出すんですけど、え、とか、あとは米津玄師の返信のね、最終会場で埼玉スーパーアリーナとかありましたよね。え、だったら今度、アドーもあそこでやるのかな埼玉スーパーアリーナで ライブするのかなみたいな感じで最近僕がねよく見てるアーティストとかがねもういっぱいライブやってるそんな中で、ね、埼玉スーパーアリーナのバンポーブチキンのライブに行くことができることが決まりましたこれありがとうございます、ね、何回もバンポーブチキンって米津玄師みたいにその1次抽選2次抽選オフィシャル終わりで取れるのじゃなくてさ何回もやるんだよ小,小出しにさ何回も何回も5回も6回も確かもやるんだよすごいの、ね、で今回僕何回目だか忘れちゃったんだけどまあ1時が CD 買ったやつで2時からが CD 以外のやつだったかなちょっと覚えてないけど CD とか買わなくてもとかファンクラブとかあるのか分かんないけどそういうのに申し込まなくても誰でも申し込めるやつでねなんとかなんとね今回これで当選することが出めました嘘でしょっていう <laughs> 嘘でしょっていうマジかいっていうところなんだよね本当にびっくりしちゃうのこれ見た瞬間メールなんかね そ,その日ちょうどインスタライブをその時間やってて何か作業してて疲れてインスタライブやろうと思ってやってて来てくれた、ね、あの人があの、まあ、今日バンプの到落だよって言ってくれてあとは外れちゃったっていうのを言っててあそれ僕も申し込んでたと思って確認してみたらあの なんか最初は、いっぱい出てくるんだよ。ヨネズケンシの時もさ、登楽の時ってさ、メールがさ、その、外れたメールがうわーっていっぱい来るじゃんあ。いっぱい来るっていうか、僕の場合いっぱい来るんだけど、その十何件とか申し込むかな。外れました、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 みたいな。来るんだよ。で、バンプオブチキンも、それ、似たようなことが起きてて、バンプオブチキンのライブってヨネズケンシと違って、その、チケットの種類が3種類とかあるから、 そのまずその第1希望第2希望第3希望第4希望第5希望ぐらいまで決めるんだよ。でそのチケットの種別 S なのか A なのか B なのかとか日付がいつなのかとかチケットが何枚なのかっていうのを打ってその第1希望からどんどん打っていって第1希望が一番優先度が高いんでそこが外れたらじゃあ次のところってなってくんだと思うんだけどそれをやっててあのまあ僕。 確か第1希望に B 席だから特別にそのバンプオブチキンのすごいファンですまあ音楽めちゃめちゃ好きだけどそのライブに行って一番どんなに何でもいいから前の席がいいとかそういう感じじゃなかったからまあ一第1希望 B 席とかにしてたんだよしたらあのまさかね第1希望が通ったんだよねこれ多分で確かに僕第1希望にあの最終日入れてて第2希望がそのまま1個前の日だったと思うから本当にこれね僕自分の第1希望がね通った形になってるんですよねめっちゃいいでしょ、まあ、おそらくファン の人たちみんなはもうね席席とか一番いい席を取りたがるだろろううなななととかまあそこがが無理ででも、A、席になりたたたいいっって人が多いだだ思ったんですよただ僕はね、まず、バンプオブチキンって、もう、米津ズ検だったら別ですよ。米津ズ検だったらもう、何の、いくらお金高くてもいいしな、んなんできることなら何でもするけど、とり、とり、とにかく前の方の席でとか、ね、すごいいい環境で見たいって思うんだけど、バンプオブチキンって、行ったことなかったから行ってみたいなぐらいの気分で申し込んでたから、だから、まあ、後ろでもいいやと思って、スタンド B 席っていうね、B 指定っていう一番後ろの方の、 やつだと思うんだけどね。ねまあ、それはそれで見やすいかなと思って。ま、あ、四月ケ事の時にもアリーナだったんだけどさ、僕。前席ぎも逆に見づらいみたいな、演出が全体として見づらいみたいなところがあって、ちょっと後ろだったりとか、2階席の前の方だったりすると逆に見やすかったりするんだよ、全体が見渡せてね。でそういうのもあって、まあ、今回 B 席にしようと思って申し込んでたら、まさかの当たってしまうっていうね。これすっげえ嬉しいんですね。そめちゃめちゃ嬉しかったから、配信とかでもちょろっと言ったりしたんだけど、わざわざこれの、これをね、みんなに自慢するためだけに、 この動画を一本作りました。これめっちゃ嬉しい。もうこの画面もずっと見ちゃうもんで、こうやって <laughs>。これね、あの e、E プラスっていうチケットサイトで申し込んで当たったんですけど。いや、マジで嬉しい。パンプオブシキンのライブずっと行きたかったんだよ。 ただね、何回もしかんだけど当たんなくてさ、まあ、ヨネ研修はありがたいことに今んところ全部当選してたんだけど、バンプはね、行けてなくてさ、うーん、なんか行きたいなってずっと思ってたんだけど、やっとこれで行けるようになって嬉しいです、ね。で、でこれね、5月28日っていう日付がすごくてですね、この週、この5月27、28の土日でバンプオブチキンがライブしてて、でそれに僕、埼玉スーパーアリナーナ行きます。そっから5日後、まあ、まあ、実際に4日後なんですけど、とかになると、僕も飛行機で徳島行くんですよ。そう。そので、ね、バンプのこのライブの次の土日は米津研修のライブ とくしまに僕行くんですよこの習慣やばいんだよバンプのライブ行って米津玄師のライブ行ってみたいな超幸せなでしかもその米津玄師のライブはただのその米津玄師のライブとかじゃなくて遠征でしかも徳島っていうこれすごくない <laughs> めちゃめちゃ幸せな期間だよねそれってまあその米津玄師のファンかつバンプのファンの方がいたらもうこれどんだけすごいことか幸せなことがわかる人はいると思うんだけどまあどっちかだけのファンでもね行けるのがそもそも羨ましいって人はもしかしているかもしれないし私も行きますって人いるかもしれないだけど すごく嬉しいし、楽しみ。だから、それまでに今、めちゃめちゃ立て込んでて、めっちゃ忙しいんだけど <laughs>、それをなんとか片付けて、まあいろいろね、あの、やった上で、ね、準備していこうかなと思ってるんですけど、すごくね、楽しみです、これ。バンポブチキンのライブ。まあグッズ買ったりとかはなかなかできないかなとは思うんだけど、どうしてもね、のその次の週、ヨネケンのね、ヨネのライブだから。 できなないかなとは思うんだけどでも行けるだけでもさすごく嬉しいしえでこれ見たら会場が5時開園6時とかだからワールド8時ぐらいかなまあだからそんなに遅くならずに帰ってこれるってうところもまあいいんじゃないかなと思うしめちゃくちゃうすごい嬉しいこれ <laughs>。 <laughs> マジで嬉しいの。もうこの、わかるこの嬉しさ。もうこれ、ね、あの、スクショしてこうもうこう赤、赤で自分で丸書いたんだけどさ、これ、めっちゃ嬉しい、これはもう、もう、ね、もう本当に、これを、この喜びがね、わかる人いたらぜひコメント欄に書いてってくださいね。で、埼玉スーパーアリーナって会場を、あ <laughs> の、米津玄師もやるんだよね、確か。てか、やった後か。米津玄師の後かな。その次の週あたりにワンプがライブするのかな、にとかだったと思うので、あの、 まあヨネズケンシとのね、ライブで会場に僕も行ってると思うんで、そこでね、えー、ちょっと予習というか、もう何回も、何回か行ってるんだけどね、予習しつつ、あ、来週はここでバンプのライブか、しかもそれ終わったら今度特賞に行くのか、ってなってね、嬉しいね、ええそういう時期を過ごせるんじゃないかな。だからもう 5, 5月めちゃめちゃ嬉しい。4月末ぐらいからヨネズケンシのライブが始まって、5月、マジで楽しみな期間が僕は続きますね。まあ皆さんもね、もしかしたら、僕ともっと同じみたいに、バンプのライブも当たってヨネズケンシのファンも当たったって人が見てるかもしれないし、まあどっちかね、バンプ、 行きますとか米津玄師だけ行きますとかねまあ米津玄師行きますの人の方が多いと思うけどねそういう人いたらぜひコメント欄で教えてくださいねすごく 嬉しいあとは、そのまあエ NZK のライブだったら、まあ埼玉とかで行くのでね、ぜひね、あの遠方から来る人とかね、もうなんかもし僕のこと見かけたら声かけてもらえたら嬉しいなと思いますね。まあ、配信中だったり動画撮ってたりするので、もう全然映ってもいいですよとか、なんだろう声,声だけだ,だったら大丈夫ですとか言うんだったら、全然声かけてもらっていいです。なんかその、あんま映りいたくないこ、声も入ってほしくないとかだったら、撮影してないかなみたいな時を見計らって声かけてくれるといいかなというふうに思います。そのまあ、声かけてくれる分にはいつでも多く ね、ウェルカムですね。ライブ会場にいる間、ウェルカムですので、ぜひ声かけてくださいね。よろしくお願いします。なので、今回はね、あの、バンプオブチキンのライブに当たったよっていうのを自慢するだけの動画だったんですけど、この喜びを皆さんと共有したくて、この楽しい、嬉しい気持ちをみんなと共有したくてえ、動画撮ってます。よろしくお願いします。<laughs> まあね、えー、いつも通りね、あの、あそうそう、あの締めに入りますけど、まあ、これからもね、僕は米津玄師のファンとしてね、応援していく中で、こうやってね、米津玄師がそもそも好きな、米津玄師のことを僕が好きなんだけど、その米津玄師がさらに好きなバンプオブチキンというのを 音楽っていうのも生で体感してみたいなと思ったので、これ行ってみようと思います。まあ今後もね、こういう機会があったらもう行くかもしれないですし、まあ、NSK のねライブとかグッズとか買ったりとかしようと思ってますので、これからも一緒にね、そういう楽しんでいけ、えー、いけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。えー、またえ次回の動画、配信等々でお待ちしております。よろしくお願いします。それじゃあ、いいねボタンとチャンネル登録を忘れなく、バンパブチキンのファンの方見てくれていたらありがとうございます。じゃあこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いし しましょうそれでは